んにちは。今回は巻き肩を直すトレーニングです。1回でも効果が実感できます。まずは胸のストレッチです。右足を90度に曲げて倒し、左手で膝を押さえます。手で大きく円を描くように回します。親指は下を向けます。胸にしっかりストレッチがかかるところで呼吸をして戻ってきます。反対です。体の向きを入れ替えてください。左足を90度に曲げて倒し、右手で膝を押さえます。右手で大きく円を描くように回します。親指を下に向け、しっかり手を伸ばしましょう。胸が伸びていることを確認します。肩はすくまないように注意します。次は首の前、尺閣筋のストレッチです。手で反対の鎖骨をしっかり押さえたまま斜め上を見ていきます。姿勢は丸くならないように鎖骨をしっかり押さえて伸ばします。反対です。手で鎖骨を押さえて斜め上を見ていきましょう。首の斜め前の伸びを感じます。次は巻き肩で縮まっている大胸筋を伸ばしていきます。胸を張るストレッチです。指先をお尻の方向に向けて、お尻の少し後ろに手をつきます。床を手で押しながら胸を張り、力を抜くのを繰り返します。斜め上を見るイメージで、腰が反らないことと肩が前に出ないように注意します。次の胸を張るエクササイズでは、菱形筋へ刺激を与えていきます。手はしっかり伸ばし、手のひらを返しながら肩甲骨を寄せていきます。肩甲骨と肩甲骨でペンを挟むイメージです。この時腰が反ったり頭が前に出ないように注意します。次は肩甲骨を動かしていきます。手は肩に乗せ、肘と肘をできるだけ近づけたまま高く上げ後ろに回します。肘同士がつく方はできるだけつけたまま高く上に上げましょう。肘で大きく円を描くイメージで、反対です。今度は前方向に回します。座っている腰が反らないように注意します。
次は肩甲骨を上下に動かしていきます。両手を万歳した姿勢から交互に肘を下げていきます。この時も肩甲骨から動いていることを確認しながら動かしましょう。腰は常に反らないように意識します。大きく丁寧に動かしていきます。次でラストです。両肘を90度に曲げ、後ろに肩甲骨を寄せていきます。これも肩甲骨と肩甲骨でペンを挟むイメージです。肘が下がってこないように、また肩が前にすくまないように注意します。お疲れ様でした。ぜひストレッチ前と比較してみてください。はい、お疲れ様でした。どうでしょう、1回でも早い人だと胸がスッと開いて巻き肩が解消される感じが分かったかなと思います。ぜひ鏡などでストレッチの前後での肩の巻き具合比べてみてください。正しい姿勢は手を横に下ろした時にまっすぐに手の甲が横を向いている状態です。巻き肩を直す全体でのポイントは胸の前面をしっかり伸ばすことと肩甲骨の動きを良くしていくことです。私も結構巻き肩になりやすいんですけども、現代人はどうしてもパソコンで手が前に出たりスマホを見たりとかで肩が前に出やすい動作が日常で多くなってしまうので、日頃姿勢を気をつけるのはもちろんなんですけども、意識しきれない部分は日々のストレッチで肩を正しい位置にリセットするという習慣を新たにつけてほしいなと思います。最初は一時的に開くだけなんですけれども、毎日続けているとだんだんと姿勢が良くなっていきます。これは私も最近一番お気に入りのストレッチです。今後もこういった悩みを解消するストレッチやトレーニングを出していこうと思うので、やってみた感想や皆さんの悩みなどをぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。よかったよという方は高評価もお願いします。私の運営しているオンラインジムキウイで毎週一緒にライブ配信でトレーニングができます。一人だと運動が続かない方も楽しく継続することができるので、ぜひ一緒にワークアウトしましょう。詳細は概要欄のリンクからご覧ください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日こちらのトレーニング動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。